味がもうアホなんです。言わないから、言わないよりはもし、はい、やりたいな。BB は難しい。確かにやりたいけど、でもまあさすがに余ったられる。余ったらでしょ。余ったら。じゃあこっからなんかこうジャッジのなんかもうちょっと。Tips みたいな話もあるので、まあ、どういうふうな時にどうすればいいかっていう話をしたいんですが、なんか逆にオーディエンスの方から、まあ、今までもちょっと出てきたと思うんですけど、なんかこういう時困ったみたいな話とかってあります？なんかこういう場合はどうすればいいのかな。ジャッジ楽勝っすみたいな、そんな感じ。パネルで入って、はい、RFP を求められるときに、うん、自分はなんかパネルでそんなにグダグダしゃべるのがあんま好きじゃなくて、うん、要点だけをさささって言いたいんですけど、はい、だったときになんか全体性とか、はい、なんか、なんでしょう、まあ、なんか中身はもう見たいに決まってるじゃんって思った上で、はい、ここが重要だったじゃんって思ってるんですけど、はい、ちゃんとその、なんでしょうなんかコンパクトにしすぎちゃうっていうところがあるんですよ、はい、っていう時に、はい、それをこうどこまでが求められているのかなっていうのが僕なんです。説明が多分下手なのもあると思うんですけど、フィードバック具体的かつでも手短にみたいなのが難しいと、はい、それ結構まあありますね。なんか5分でとか言って、5分とか3分とか言われてるのに、いやそれ具体的にどういう意味ですかって言って、みたいな感じになると、はい。他にジャッジのエヴァリエーションの時に、それとも関連するんですけど、どこをどれぐらい見てるのかっていうのが分からなくて、例えば、はい、コンセンサス式の冒頭の時だったりして、はい、そのディスカッションの中でどれぐらい貢献してたかっていうのと、はい、ディベートをどれぐらいきちんとエグザミンできてたのかっていうのがあったりして、結構なんかクライテリアがばらつくというか、結構好みでジャッジエバリをしているイメージがあって、どういうふうにそのエバリュエーションをする側に回った時に何を言ってやればいいのかっていうのは非常に思うことがあります。はい、そうですね。何が基準でこの人は10なのかとか1なのかとかって感じですね。はい、他に同じ。じゃあ、パラレルとかになったときに、はい、どこで結局差をつけるのか、でその差のつけ方をどう正当化すればいいのか、
まあ、そんなにアーギュメントもなかったりするから、まあまあ、こう、まあ、ビッグアーギュメントですね。をなんか片方がするみたいな時が結構あると思うんですけど、なんかそれをどこまで鵜呑みにしていいのかっていうことをまずなんかそれをやったからって言ってなんかその言った側はどうなのかって話もあって、なんかその指摘の取り方がめっちゃ曖昧で、はい、よくある話ですと。他にこんな感じでですかね。まあ、いくつかはじゃあちょっとあの資料にも入ってるんでそこから説明し始めますと。まあ、上はなんかこうなんか考慮するときの重要性みたいな話で、で、一番最初は、まあ、フィードバックのときだけじゃなくて単純にこうアーギュメント評価するときなんですけど、まあこうコンパラティブ、それもそのチームのラウンドで喋ったチームのコンパラティブで勝ち負けを決めましょうと。なんかあの結構よくありがちなのがこうジャッジの中でこう基準を作ってここまでやらないとこのチームは勝てないみたいな、そういうジャッジを時々してしまう人がいて、それはすごい危険ですと。だって勝ち負けは相対評価なんで、別になんかこうある一定のどっかのチームがすげえこんだけの基準があるからそこを満たさないとこのチームは勝てないか、まあ、勝てないみたいな感じにする必要性はなくて、こう相対的に相手よりうまくやってたらそれで勝てます。だからそこはこう説明するときもそうですし評価するときもどっちの方が同じ上げたかったらどんだけ説明したのか、そのどっちの論理が勝ったのか、まあ確かにガバも説明してないけど、オポも全然説明で、ガバもベネフィット全然説明できないけど、オポはよりもっとハームができてないっていうところでちゃんと見ましょう。絶対
対にこう、絶対にこう、自分の基準を持ち出して、こうそれで勝ち負けを決めないようにしてほしいですし、あの喋る時も絶対に I didn't take this argument because みたいな感じになっちゃうと結構危ないです。そうじゃなくて compared to the government's arguments, the same arguments were not as developed and therefore みたいな、そういう言い方でやってほしいですね。基本的にその第三者的にこうなんか基準がありますみたいな喋り方をしないようにしましょうと。フィードバックの時はまあこれぐらいやらないとなかなか勝ちにくいよとかいうのはありなんですけど、そのフィードバックというかそのか、ティップ、そのあのアドバイスするときはそういう言い方してもいいんですけど、基本的にそのチームの中で起こったことで、なるべく比較をしてほしいですと。で2つ目が、まあさっきもあ、まあ、同じような話なんですけど、まあ、ラウンド9のだけの話でなるべく評価しましょうと。まあジェネラリーエデュケーテッド、グローバリーアウェアパーソンとはいえども、まあ、できればラウンド内で話したことで評価して、あまりラウンド外の知識を持ち込むとか、ラウンド外で起こったこととか、あともう結構ちょっと時々あるのが、プレパの時聞いてたとかあって、それ結構影響するので、気をつけましょうと。なるべくプレパは聞かないようにするか、聞かないような場所に自分を置いた方がいいですと。じゃないとなんかこう聞いた感じになっちゃって、ラウンドで何も語ってないのでその話が出たような感じになっちゃうので気をつけてほしいですと。だからあんまりラウンド前に結構このディベートでどうやってやればいいのかなみたいなことをあんまり考えすぎると、なんかそれが喋ったのか喋ってたことなのか自分の頭で考えてることなのか分かんなくなっちゃう時あるので、その辺もちょっと気をつけた方がいいですねと。なんか当たり前のように見て意外とやっちゃうことがあるので、ここは気をつけてくださいと。で2つ目がコンプリヘンシブにでかつホリスティックにって書いてるんですけど、やっぱりそのフィードバックの時もそうですし、実際に評価してる時も一応全部アーギメントを見て、それをちゃんと、まあ、これは大事じゃない、これは重要大事、これは重要あ重要ないみたいな、こうちゃんと割り食って、で最終的に残ったやつのアーギュメントとかを全部総合的に見てほしいですね。この1点で勝ったからもう終わりみたいな、これで勝ったからもうあとはもう何も考えなくていいみたいな、そういうやり方は結構ジャッジしてても危険ですし、フィードバックするときも結構噛みつかれる原因になりますと。こんなに喋ったのに何もその話何もしてくれないのみたいなあるので、そこは気をつけてください。まあ後で聞かれたらちゃんといやいやその場合はねこういう行為に考慮したからこれはあまり考慮に入れませんでしたっていう話ができればいいんですけど、考えてませんでしたって言ったらもうその時点でもうジャッジ評価めちゃくちゃ下がっちゃうので気をつけましょう。でまあそうするためにもあんまりそのディベートの評価を最後の最後まで残すっていうのはちょっとまずくて、基本的にディベートが進行するにつれてその都度こうああなんかこっちが勝ち始めたな、ああこのアーギュメントでこっちの方に流れたなっていうのをこうだん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 追ってって、で最後に振り返るときにまあ確認、そのフォローした結果が正しいのかっていうのをちょっと確認する上で戻ってくるっていうのが多分いいですと。じゃないとなんか最後に全部確認して評価するってなるとどうしても抜け漏れとか、そんな全部一気に二十何分とかかけて喋った内容をたった5分とかで全部振り返れないので、基本的にその追いながら考えるっていうのを意識しましょう。もし追いながら考えるのが無理なんだったら、もうラウンドの間にちょっとスピーカーの間にちょっと時間を設けて、このスピーチはじゃあどれぐらいどっちの方向にディベートを持ってったのかっていうのをこうちょっとメモ書きするっていうのも重要です。まあ、フィードバックの時もこのスピーカーのこの場面でこういうふうに勝敗がこう決まったんですよって言えた方が、ディベーターに対しての説得力がありますという話ですね。4つ目はさっきまあ大体話したんで、まあ
伸ばしますと、まあ、ロジックがいけてない、例えば、コントラだったとしても、それ別に相手が言われなくても評価の対象ですっていう話ですね。で、5つ目、これ結構意外とディベーターよくやっちゃうんですけど、なんか途中で日本語は挟み始めてるディベーター結構いるんですよ。思いつかなくて、あ、参議院がとか言って、いや、すっていくねみたいな、なんか、なんだっけな、生活保護とか言って。で、基本的にじゃない、もう例外なく、他の言語で喋った言葉は、もうノイズです。考慮しちゃいけません。その言葉をちゃんと英語で後で説明しなかった限り、それはもう何も喋らなかったと同じ風に評価してくださいと。じゃないと、まあフェアじゃないし、基本的にそれやりだしたらもう何だってありになっちゃうので、絶対に考慮しないようにしてくださいと。で、多分その辺は日本語で言ったことはただむしるじゃなくて、ちゃんと書いておいて、ちゃんとその後でちゃんとこの話説明した、英語説明したのかなって説明しなかったら、もうその時点でその言葉はもう評価対象から外さなくちゃいけません。なんか単純なようで、なんか意外とみんなよくやるんですよ。で、なんか結構重要なキーワードだったりするから、じゃあ自己マッチョ、いや取れねえよそれっていうので、ちゃんと、覚えてほしい。で、5つ目が、まあ、さっきから結構話してると思うんですけど、まあ、自分のバイアスとかをきちんと意識して、ちゃんと頭の中でそれを補正しましょう。自分が習ってる科目とか、専攻とかだと、とかあと、まあ、自分がその前に勉強してたなんかトピックだと、なんかこうより理解しちゃいがちな時があったりとかするので、そのどう思ったかより何を説明されたかっていうことをなるべくこうちゃんと考慮して評価しましょうと。で、自分の中で、あ、自分は結構このフィールドに詳しいから、こういうのはなるべく気をつけるようにしよう、ちょっと考えておいた方がいいですと。結構、まあ日本はあんまりないというか、なんかそんなにあるトピックに対してめちゃくちゃ詳しい人そんなにいないので、あんまりないんですけど、まあ海外余裕でなんかこう、いや、これは俺知ってるんだよって、いや知ってるんじゃねえよみたいな、知ってたらダメなんだよってっていう話になりがちなので、ちゃんとそこは自分で意識しましょうと。あと、まあ単純な話なんか、こういうアーグメントが好きだから、なんかこういうの取っちゃうんだよねとか、こういうディベーターの喋り方がいいから俺そういうのよく説得されちゃうんだよねとか、それこそ何、この人のビデオを見てきたから、なんかこのビデオの人が喋ったらもうなんかちょっとそれだけでこう説得されちゃうとか、そういうなんかアイドルみたいな感じの思考でディベートやっちゃうとすごい危険なので、ちょっとその辺気をつけましょう。で、最後のポイントもさっき話したんですけど、その具体例とか、なんかこう、スタティスティックスとか、なんかこれはファクトですとか、インピリカルトゥルースですとか言ったことだからといって、取っちゃいけませんと。基本とちゃんとそれが説明されたかっていうのと、あとこのディベートの中でどんだけ、それが重要なのかとか、それのレレバンシーがあるかっていうのを考慮して評価してくださいっていうことですね。なんかこうなんだとか、絶対こうだって当たり前じゃないかってなんか言ったりなんかするディベートもいるんですけど、それはもう完全に騙しなんで、なんか、まあ、ちょっと日本のディベートはちょっとその辺推しが足りない時があるんですけど、オックスフォードとか余裕で嘘ついてきますから、余裕で嘘ついてそれ事実だとか言い始めるから、絶対そういうのは取ってはいけませんと。ただ説明した内容によって取るか取らないかは評価すべきで、ディベーターが何て言おうとそんなの知らないよっていうふうに
無視しましょう。はい、で、その辺で話し出すと、これは後でも、これも後でやる、これかな？あ、パラレルディベート。パラレルディベートってどういう時に起こるかっていうと、まあ、さっきの事実関係をが全然違う、お互い事実関係の認識が違うとか、あとまあ分析、片っぽはなんか、いや政治家汚職まみれで何でも悪いことするって言って、もう片方はいや政治家はいいことしかしないよみたいな、そういう公僕だからとか、なんかこう全然噛み合わない話をし始めちゃうと、まあ、どっちが本当なのか分かりませんよっていう話になっちゃうと思うんですけど、まず基本的にパラレルだったとしても、まあ、どっちの方がより説明されてるかっていうので評価してほしいですと。エンゲージはしなかったけど、こっちの方がちゃんとよりエグザンプル出してましたとか、説明、そのなんでその政治家は基本的にあの汚職しやすいのかとか、そういう説明があった方の事実関係とかを評価して、このディベートではこっち側の主張が通りました、だからこっち側の説明がない方よりはこっちの、まあ、デフィニションなりを取りましたっていう風に説明しましょう。で、もしどっちも説明しないとか、どっちも大体同じレベルの、説明をしていた場合はどうするかっていうと、まあできればそこではあんま評価しないっていうのもありですし、あとはまあさっきのそのジェネラリーエデュケテッドパーソンの話を持ち込んで、まあ だいたい今のニュースとかっていうのを考慮すると、どっちかっていうとこっちの方が説得力があるとかいうふうにやってもいいですし、あとはまあまあ、一番これだったらパラレルになってないんですけど、イブンイブはやってるチームとかをにより評価を与えるとか、そういうタイブレークを見つけてこうそこで評価しましょうと。まあ、あのパラレルワールドだったとしても、別にジャッジの中で頭の中では、あ、なんかここってこことちゃんとこう対立してるけど、まあ、ディベーターはそうは言ってないけど、対立してるところがあるなっていうところが見えたら、そこをきちんとこう結びつけてやってあげましょうと。そうですね、パラレルディベート、パラレルディベートは単純にディベーターがそれを解消することを怠ったっていうふうに、まあ、考慮すれば介入じゃないですけど、いやこういう評価せざるを得ませんでしたみたいな、ディベーターのせいです、お互いちゃんと説明したかったから、こういう風にタイブレイクしましたっていう風に持っていくっていう形がいいのかなと思います。まあ、ただそこまでの説明もちゃんと大事なんですけどね。さっきのエグザンプルで言えば、まあなんか、いやテストなのかテストじゃない、テストの問題なのか、それともそうじゃないのかっていう話で言えば、まあ、あんまり正直で事実関係は大事じゃないと思ってて、そもそもじゃあどうあるべきかっていう話に持ってった場合は、別にそのどうあるべきかって話でこう評価すればいいわけで、例えばだからそのテストだから良くないっていうんだったら、じゃあテストじゃない良くないっていうんだったら何だったらいいんですかっていう話をちゃんと出してるかっていうのがこっちのサイドでは大事だし、テストじゃなくてこういうふうにやってますっていうんだったら、じゃあこういうふうにやってるっていう像がと、ちゃんと出てるか説明されてるかっていうので評価すればいいかなと思います。なんで噛み合わないからって言って別に噛み合わないまま評価しなくてよくて、無理やり頭の中でこう噛み合わせる、あ、ここってこっちクラッシュしてんなとか、この話ってクラッシュしてて、でもこっちの方が分かりやすかったのかなとか、こっちの方がちゃんと説明されてたのかなっていうのを考える。あとはまあ、何ていうかな、まあでもそれが基本的に解消法ですからね。はい。パラレルでもね、難しい。
まあディベーターの注意点って言っちゃ注意点なんですけど、だから結局パラレルになっちゃう理由ってちゃんと相手 あのデフィニションとかを EVF とかで削らなかったりしてるわけじゃないですか。だからその場合でもしょうがないんですよ、ジャッジがこう介入するしか。だって評価くれなかった、評価基準くれなかったんだから、結果いや、そう、くれなかったからこっちがアブリジリズラブル、アブリジルなんじゃない、ジェネラリエジケテッドなパーサーとして、まあ、こういうふうに評価しましたというふうに持っていくしかないので、それでも仕方がないんです。まあ、そこの説明はちゃんと、それまでちゃんと解消できなかったっていうことを説明しなくちゃいけないんですけど、はい、パラレルはこんな感じで、あとどれかな、フィードバック、ああバーデンオブプルーフみたいな話なんですけど、まず、バーデンオブプルーフはこうだって言ったからって別にそれをジャッジを受け入れる必要はなくて、本当に、あ、確かにここ証明しないと自分たち言ってるアーギュメントが成立しないねとかだったら別にそれでいいんですけど、なんかこのディベートはこうあるべきだみたいなことを勝手に応募が言って、だからガバがこれやってないからこれで負けとかいうのは、いや私が決めるかみたいな感じでいいと思いますと。で、基本的に自分たちのチームが何かを証明しようとしているんであれば、それに沿ったバーデンがあるべきで、別に証明しようとしなかったことに対してこうバーデンはしておりません。だから例えばその、自分たちは例えばその環境税が必ずしも温暖化を止めるとかでも言いませんと、止めないけど、でも少なくともそれに貢献するっていうふうに、言えればいいこともあるかもしれないし、もしオポがいやいやいや最終的にそこまで至らないと意味ないでしょっていうふうに言って、それの理由をちゃんと説明してたら、それはちゃんとそれを取っていいし、そのバーデンの説明の仕方によりますと、ただ単にバーデンですって言って以上だったらそれを無視して、で、間違ってるもあんまりこう自分の中でこれがバーデンだってこうジャッジの中でこう勝手にこう基準を作らない方がいいとは思いますが、基本的にディベーターが提供していったものをベースにやりましょう。はい、まあ、だからバーデンプルーフってどっちかというとそのメタディベートとかさっきのディベートアーキュメントのインポータンスみたいな話につながってきて、それの説明だと思えばいいかなと思います。だからその重要なアーキュメントについてちゃんとそこの説明が不十分ですよって言ってるふうに評価すれば、別に他のアーキュメントとあんまりこう評価の仕方は変わらなくて、なんかこの言葉を聞いたらなんか魔法のようになんかこう勝ち負けが決まるみたいな感じのものでは全くないです。あとはなんか一体してるあのディベートをどうやってオーガナイズすればいいんですか。まあさっき見たようにその基本的にずっとこうディベートをだんだんフォローしてる間にこうどうなってるのかっていうのをその都度フォローしてほしいっていうのが一つと、ただそれでもなんかこうアウトコントロールでもうあまりにもリバタラにすぎる、あまりにもアゲルタラにすぎるっていう話なんであれば、いいやり方としては一つのこうストーリーを作ってみるんですよ。こう側のアーキュメントの中でのストーリーはこうで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 って自分の中でこう一回こう整理してみる、ステップ1ステップ2ステップ2ステップ3ステップ4みたいな感じでバーって出してみて、でそこに対して反応がこういう風に入ってきて、これでも成立するのか成立しないのかとかっていう話を一回こう、まあディベーターのスピーチを自分の中でこう一回アーギュメント立ててあげるみたいな。で、このアーギュメント、ここの部分が抜けてるとか、ここの説明がないとか、ここの説明がないからどうなるか分かんないみたいな感じのストーリーを立ててて、それでそのアーギュメントを評価すればいいのかなと思います。基本的に、まあ、自分は結構ずっとそれやってます。そのアーギュメント聞いてる間に、なんか
えこれこうなったらこうなったらこうなるはずなのに、え、そう結局その結論が至ってないなとか、説明できてないなとか、その聞きながらそれを評価するのがいいかなと思います、ね。まあ、聞きながら評価できなかったら一回スピーチが終わった後にそれをちょっと埋めてみるとか、別の紙でこうステップ1、2、3、4、こうバババババってやったらここが抜けてるなとか、ここがよくわかんないなとか、でそこを埋めてくれたら、あ、やっとわびよくわかるとかするのがいいですかね。まあ、あのだんだん慣れてくればわかるんですけど、あのジャッジしてるとこの人何のアーギュメント言おうとしてるのかだんだん分かってくるんですよ。こうだからそのあこういうアーギュメント言おうとしてるんだろうなっていうのを想像してこう作ってあげて、で言ったところをこう当てはめてって、あここ言えてねえなっつって言ってこうやっていくと大体こう。あの説明がちゃんとできたかできないかっていうのが分かってくると思います。あのまあね、それはそれですると結構その基準を作っちゃうみたいなちょっと危険なんですけど、ただなんていうかな、フィードバックするときには少なくともそれができないとディベーターもなんでこれができてないと言えるのかっていうのが分からなくなっちゃうので、ちょっと頭の中でこう若干リコンストしてあげて、ただそこのリコンストは自分がやったっていうことでちゃんと。埋めといて、だからあの皆さんノート書くときどうやって書いてます？私結構そのずっとアーギュメントとかこうステップを踏んでいくと、だんだんフローを書いていくにもうなんかはて丸はてな丸はてな丸はてなっていっぱいつけてるんです。ここわかんない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 みたいな、こうなんでそうなるのかわからないここバーっていって、で見ていくとなんかだんだんそのはてなのつながりみたいなのもこう全部ハテナだったら、いやこの辺だと何一つ取れないじゃんっていう話になるし、なんか1箇所2箇所ついてたら、あれこれちゃんと説明されてるのかなっていうのをこう後のディベあのスピーチの後の方を見て確認したり、あと次のスピーカーでちゃんと喋れるかどうか確認したりするっていう、その分からなかったところも分かんないっていうのをちゃんと覚えておくっていうのが大事で、そうしないとなんかあれ何が分かんなかったんだっけ、何が分かったんだっけって感じになって後で困っちゃうので、そこを分からないっていうことを認識するっていうのも大事ですし、まああとは自分はよくあるのは分かるけどこれじゃ取れないとか、 このレベルじゃ全然喋ってるうちに入らないと、まあ、さっきのエグザンプルとかのは結構いい例で、ただエグザンプル1個投げましたよね。いや私そのエグザンプル知ってるけど何一つ説明してないエグザンプルポンって1個投げられたって取れませんよっていう風にするのはまあいいかなと思います。はい、他に何かここまでで質問はありますか？あの具体的な何かディベートの内容でもいいですよ。エグザンプルの話で、はい、基本的に指摘なかったら通らなくちゃいけないですと、間違ってたとしても、ただあまりにも内容がベーシックすぎたら別に通らなくていいですと。例えばもうシリアの内戦は終結しましたとかあのなんだあの国連の常任理事国は来年廃止されますとか、嘘800言ってたらもうなんか、いやニュースちょっと読んでたらそんなの嘘に決まってるって分かるでしょっていうレベルだったらいいんですけど、結構凝った話の中の一部事実関係だったら否定されない限りは取らざるを得ないですね。その中に介入して自分が取っていあの 取るとか取らないとか決めてはいけないです。ただまあ何もその因果関係とか説明せずにポンって出したやつだったらそれ考慮する必要性もないですけど、いやそれだけ言われても別に取れないよ。でそれで終わると思います。超嘘を800を緻密に説明してたらどうすればいいのかっていうと、まあ、取るしかないですね。
観念だから、